はい。吉田隆の教え方チャンネルです、えー、今日は6年生の道徳海のゆりかご雨、雲の再生についてお話をします。内容項目は自然愛護です。はい、それではあらすじです。えももこは岡山県で行われている雨雲の再生の話を父から聞いた。父に紹介されて読んで、新聞には30年間にわたって雨雲の再生に取り組む人たちの話が書いてあった。桃子は自分にも何ができるのかなと考え始めたという話です。 はい、えー、自然愛護というとテーマが非常に大きいんですよね。もちろん子どもたちは知ってはいるんですけどもねじゃあ自然愛護と直接の関わりがあるかというとそれはなかなかないんですよね。これをどうやって実感を持たせるかということなんですけども、まあ、あの今回の道徳の教科書のような 事例あるいはトピックを取り上げながらやっていくしかないと思うんですよね、まあ。学習指導要領の解説には、その上で人間も自然の中で生かされていることを自分の体験をもとに考えられるようにすることが必要であるというふうになっています。えー、幸いにもです、ね、この岡山の雨マの再生、えー、これ、動画が、ね、たくさんあります。小学生が実際に活動している動画がありますので、これを見せれば、ね、より身近に考えることができるんじゃないかというふうに思いました。 したそれで雨雲の再生の話を聞いて、環境保護のためには人の積極的な関与が必要なことに気づかせるというような計画を立ててみました。はいそれでは授業ですこれは資料の判読から入って感想をノートに書かせて発表させたいですよね。雨もといってもね。なかなか具体的なイメージは湧かないと思います。 えまあそこで一応ね、雨物再生に取り組んだ理由は何ですかというような狙いだけ資料で押さえておいて、 えー、youtube 動画、1アマモ海と日本プロジェクト in 岡山、これ二3本動画ありますので、1本2分程度です。えー、どれを見せるかは先生方、また考えていただけるといいかなと思います。これを見せたいですよね。えー、そこで、えー、見せた後、小学生がアマモの再生に参加している理由は何だと思いますか。動画を見ればわかるんですけどもね。まあ 雨物再生の後継者を作っていくということですよね。それからこういった環境問題に、ね、強い関心を持つ小学生を作っていくと、これも非常に重要な狙いかと思いますね。で、その上で海を守っていくことが大切なのはなぜですかと。えー、まあ、これはですね、お魚を残すだけじゃないですよね。えー、海洋には大きな働きがたくさんありますね。気候を安定させる。あるいは生き物の宝庫。 資源の方向でもありますね。そして、ね、流れ込んだ老廃物を長い時間をかけて処分もしてくれてるんですよね。こういった部分、えーね、子どもが気づかないようでしたら先生が少し、ね、補説してもいいかと思います。えー、その上で、ね、世界の人口は2023年で約80億人豊かな自然を守っていくものも人の大きな役割ですともう人の関わりなしには、ね、自然を守っていくことはできないということはこれは教師が伝えるべきだと思います。 えー、そのほかにね、えー、環境のために行われている活動、みんな何,知って何か知ってるかなというところで、これはね、やっぱり教師の下調べが必要ですね。えー、例えば、私が以前、海辺の小学校に住んでいる時には、えー、わかめ取りの体験会とかね、それから海岸沿いのゴミ拾いなんかもやりました。今、福井県でニュースが散々流れているのは、コウノトリですよね。 鳥がやってこういう身近なことを思い出させるといいかなと思いますね。ああ、なおですね、近くにアジサイロードっていうのが私の町内にあるんですけどもね、えー、そこは中学生も参加して整備なんかもしています。これもね、えー、環境を守るという活動の理解につながっていくものだと思います。こういう具体的な話も少ししてあげられるといいですね。その上で感想をノートに書かせて授業を終わると。 はい、ご視聴ありがとうございました説明欄に講座の案内そして必要とする教材に一発でアクセスできるサイトの案内をしておりますのでそちらの方もご覧ください、はい、この動画が役に立ったという方高評価ボタンをクリックそしてチャンネル登録をお願いします